そう,いそういえば最近稲妻の情勢も安定してきたけどオイラたちまだ新しい依頼を受けてないよなこのままだとお前の片手剣も錆びちゃうんじゃないかどうせ暇だし冒険者協会に行ってみようぜ旅人さんちょうどいい時に来ましたね冒険者協会に少々状況の複雑な依頼が届いています 我々の判断ではあなたこそがそれを対処するのに最も適したお方ですさすがはあなたですねでははっきり言いましょう今回の依頼者はリーユエから来ており見た目が個性的な若い音楽家の方です彼女は臨時の通行証を持っているのですがもうじき期限切れとなります追い出されないためにも このことに詳しい方に頼んで再び手配してもらわなければなりませんそんながっかりした顔するなってなんでやかいごとを期待してるんだよでもりゆえから来た個性的な音楽家のお姉さんってどこかであったことあるようなうんはっ おやお二方のお知り合いでしたかその女性は依頼を出した後に天領奉行に向かわれましたそこで彼女に会えると思いますしかし最近は天領奉行もジムで忙しくしていると聞きました彼女の問題を解決してあげられる時間はないかもしれませんもし本当にあいつだったら。 今頃天領奉行の入り口でロックしてるかもな <laughs> でもロックはすごいんだろ早く行ってみようぜ万が一治安妨害で捕まってたらまずい おいらの直感は鋭いぜあれ旅人とパイモンあんたらも稲妻に来てたんだな異郷の地で友達と出会えるなんてあんたらもしかしてライブを見に来たのかだったらがっかりさせちゃうかもしれないなはあ話すと長くなるんだけど。 イリデッセンスツアーって知ってるかあまあ知らなくてもいいんだけどさあたいも少し前に聞いたばかりだしああもうよく考えたら最初からすごく怪しかったぜ主催者側によるとその音楽祭はフォンテーヌが起源でテイワット大陸全土に知れ渡ってるって話だったけどリーウェジンは誰一人それを聞いたことがなくってな そいつは道の片隅に夕暮れの実を売る人みたいにポツンと立っててだからついかわいそうに思って事情を聞いちまったんだなんて言うかお前っていいやつだなそいつはあたいに資料をたくさん見せてくれたイリデッセンスツアーは確かにフォンテーヌで最大級の音楽祭だったよその舞台に上がることができれば 自分の音楽が大勢の人に好まれてるってことを意味するらしいおあ、じゃあ一躍有名になれるじゃないかそうだろアタイもそう思ったんだよもっと多くの人にアタイのロックを知ってもらいたいだからアタイもイリデッセンスツアーに参加することにしたんだそれで今年のイリデッセンスツアーは稲妻で開催されるらしくてな申し込みをした後 全力で新曲のリハーサルをしたんだよより最高のステージにするためにわざわざ北斗さんに送ってもらって事前に稲妻まで来たんだよシャンリンも応援用の弁当まで作ってくれたんだそれなのにそれなのにあの主催者側の奴らあいつら途中で海難事故に遭って予定通り稲妻に到着できなかったんだ それであいつらが通りかかった漁港に稲妻まで伝言を頼んで稲妻官兵がイリデッセンスツアー中止の知らせを出したんだよなんで中止なんだしかも参加するはずだったアタイがそのことを最後に知るなんて主催者側が申請した通行証ももらえねえし今ある臨時のやつももうすぐ期限切れになるし本当についてねえライブに一番情熱的なのに。 一番厄介なトラブルに遭うなんて本当にかわいそうだなはあこれが音楽家の試練ってやつなのかもなでもコンサートが最終的にできなくなるなんて状況は別に初めてじゃないよし愚痴はここまでにしよう意気消沈するような話は終わりだぜ立ち直りが早すぎる アタイはロックミュージシャンなんだ粘り強さこそアタイ達の魂さだからすぐに行動を起こすと決めたぜ冒険者協会に行って助っ人を頼んでいる間アタイは天領奉行に直接行って事情を聞く同時進行で解決を図ることにしたでもアタイはもうここに半日も経ってる天領奉行の武士達が何をしてるのかわからねえが ずっと忙しそうにしてるし値タイに構う時間もないみたいだそんな実は何もやることがなくてサボってるだけなんじゃないか平気平気外に出た以上こんなんはつきものだぜ旅人は北斗さんからあんたはもう稲妻についてしばらく経ってるって聞いたそれなら現地のやり方を知ってるはずだよな値タを手伝ってくれないか よかった通行証のことが終わったらあんたにも情熱あふれる曲をお礼に作ってやるぜんまた君かさっき忙しいと言ったはずだあと少し待ってくれちょっと待ったおじさん今詳しい人が事情を話すから九条サラ様 君が上の行っていた旅人かこの外国のお嬢さんは君のご友人でそうだぞこいつは他の奴らにすっぽかされたせいでここで立ち往生するはめになったから臨時の通行証の期限を延ばしてほしいんだ外国人を困らせないためだと思ってさここは何とか頼むよ少し誤解しているようだが。 わざとお嬢さんを困らせているわけじゃない今天領奉行は本当に上も下も大忙しなんだ最近大きな問題があってね我々も人手不足なのさこのお嬢さんの問題を処理できないのは彼女の前で待っている人が多いからではない通行証を処理するような些細な仕事に誰も時間を避けないからささ些細なこと はぁ、あ、俺の立場からでは多くは言えない九条沙良様なら中にいらっしゃる直接聞いてみてくれ君たちに事情を話すかどうかは上の判断に任せよう本当に忙しかったのかいいってことよおじさんもいろいろ大変だな 値は理解してるぜここの武士たちみんな顔色が悪いなまるで戦いにでも行くみたいだ諸君隊列を組め戦闘部隊に続いて場外に集合だ 旅人それに他の方も何か用か構わないお前たちがいきなり天行奉行府に来るなんて何か厄介なことにでも遭遇したのか何か私に手伝えることがあれば言うといいよかったやっと判断を下せる人が来たなるほど お前の友人がせっかく稲妻へ音楽を披露しに来たというのにそんなことに出くわすとは本当に残念だ天領奉行は近頃人事異動が頻繁な上厄介な状況にも見舞われている人手が全く足りていない早々にお前の友人の要求に応えることができなかったのは我々の手落ちだすまないお前たちがこんなに慌ただしくしてるなんて珍しいなあ 何か大きな問題でもあったのかああそうだぞただ適当に聞いただけで大変な事情があったんだな気にすんな値のきたタイミングが悪かったんだ そうだこうしようぜお前はオイラたちに何が起きたのか話してオイラたちができる限り手伝その代わりお前は信淵のために通行証の延長を手配するこれでどうだあらゆる場面で人手不足の今お前たちのような実力者の助っ人がいれば分かった事情を話そう近頃 荒海地域に突如名もない秘境が出現し恐ろしい力を持った魔物がその中から次々と現れ始めたんだ天領奉行は魔物の相手が得意なはずだろ秘境は想定外の圧力となる私もすでに偵察兵を調査に送ったもともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが前線に長くとどまれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまう そうなるのはいささか妥当ではない。あんたがかけることで不足するのが戦力なら、あたいたちがそれを手伝う。これでいいんじゃないかだろ、旅人。そうだなオイラたちが手伝う代わりに、お前もオイラたちを手伝ういいことじゃないかえっと。 その言い方はちょっと強引すぎるんじゃいや感謝する確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ他のものであったなら私は絶対にこの要求を受けないだが稲妻至高の神将軍様でさえも旅人の実力を認めているお前たちに任せられるのなら私も安心だおいおいあんたら 稲妻ですごいいことをやったみたみだな確かに前にシャンリンからも聞いたことがあるあんたは大事をなす人だって。九条サラさんあたいたちはこれからどこに行けばいいんだ今すぐ現場まで連れて行こうしかし私はこれまで現場に向かう時間がなかった故そらく安全面については正確に予測できない。念のため。 各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ費用は立て替えてくれよいいだろうではすぐに府内に申請を待ってくれ通行証の手配って費用がいるんだよなそれを立て替えてくれよこっちの費用は値が受け持つからさ そんなんなじゃねえって実は船を降りる前に北斗さんからモラを一袋もらったんだそれを溜め込んどくのもあれだしそれに <laughs> こんな面倒をかけたんだちょっとは何かしないとな袋の中のモラはあたいたちで分けようぜ軍事手当ってことにしよう本当に理解のある善良な方だないいってことよ 気にすんなそれでアタの通行証はそのことは私が直々に手配しよう安心してくれおおありがとう決まりだなじゃあ一緒に秘境を制圧しに行こうああ行こうあたいも旅行に来た気分で見聞を広めに行くぜおいあそこを見ろ あの武士たちの様子…やばそうだな九条さら様お越しいただけたのですね先ほど秘境の入り口から調査を開始したところ魔物の襲撃にあってしまいました全力を尽くし ほとんどの魔物を卑怯内に追い返したのですがいくつか取り逃した魔物が南東方向へと向かってしまいました負傷した仲間も多い状況です私の独断で負傷者の手当を優先すべきだと判断し魔物を追いかけることができませんでした誠に申し訳ございません南東方向まずい道中には一般人もいる各位緊急事態だしばし兵を二手に分ける私は逃げた魔物を追う ここは皆に任せる余計なお世話かもしれないがくれぐれも身の安全には気をつけろ安心しろオイラたちこういう経験は豊富だからあそうでした秘境からも時々魔物が出てくることがあります入り口を守りくれぐれも逃がさないようにしてくださいさもないと渡部私の判断を信じろはっ九条サラ様 っっちゃったな本当に幻覚で引き締まった人だったなあいつは部隊の指導者だからな仕方ないじゃあオイルたちも早く秘境に行って入り口を守ろう 地面に何かある一枚の紙切れ紙人形武士が落としたお守りかなこの紙人形伝説に聞く式紙に似てるなああ,あたいは歌詞を書くためにいろんなところからインスピレーションを探してるんだテイワット各地にある伝説も 結構研究したことがあるんだぜ噂によると稲妻には不術を凝集した紙切れがあって主と一緒に行動するらしい中には妖魔を断ち切ったり家族の健康を守るご利益があったりするみたいだ聞いた感じリーユへの呪符とか戦術と似てるな。 おいなんだよそれオイラは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろそれなのにオイラの戦闘力をバカにするなんて待ってくれこれを見ろこの式紙う動いてるのかのおイ紙切れ聞こえるか話せるか会話はできるのかここはあ <laughs> 僕は意識を失っていたのかまずい僕はあそうだお前たちあの逃げ出した魔物を見なかったかどこに行ったんだ魔物ならさっきこの近くにいたけどあたいたちがやっつけたぜ<う>ありがとうやつらを逃さずに済んでよかった万が一死傷者が出れば申し訳が立たなくなる お前は式神なのかあの怪物たちはお前が放ったんじゃないよなあたいの知る限りしきがみは魔を駆除する存在だろうあんた一体どうなってんだ僕は式大将だすまない初めて会うのに僕の未熟で見苦しいところを見せてしまったみんなが今いるこの秘境は結録御用領という場所だ僕はここの領主 寮内にある全てのジムを取り仕切っている結録音容量は僕と共に長い年月眠りについていたしかし何日か前この秘境が何らかの力の影響によりまさかまさか魔物を勝手に蘇らせ扉を開くとは実は僕は一部の記憶が欠けている覚えているのは目覚めた時に見た悪夢のような光景と 無意識のうちにそれらを止めようとしたことだけよもやあれらの魔物が倒されると紙札になるとはその紙札を見てやっと思い出した奴らが僕と同じくこの音容量の音苗術による造物であると音苗術の造物あ何言ってるか全然わからねえすまない 今はまだ明確な言葉で説明することができないぼぼくは <laughs> すまない式神として自分が漁師であることは知っているのにあるが誰なのか作り出された目的がなんなのかそんなことさえわからないなんという失態だつまりお前は自分がいい つなのか悪いやつなのかもわからないってことかでもきっと大丈夫だと思うぞ記憶をなくしたやつは懐かしい場所に行くと何か思い出せるらしいからなお前も秘境に戻ってみたらどうだああ今音容量に戻るつもりだまだまだ自分自身に数々の疑問があるが僕の力が この秘境と同じ源であることは感じ取れるそれどころかここと一心同体の存在なのかもしれない僕なら完全に制御することができるはずだなぜかはわからないがそんな風に思える式神は妖魔を退治する助っ人だってみんな言うしお前はここの扉を守るために配置されたのかもしれないぞそれに 本にこういう話よくあるだろう記憶喪失になった人がかつて自分が強大な力を持っていたことを忘れてしまうみたいなでもそれを思い出した瞬間天下無敵になるんだ正直なところ僕もそのように思わなくもないできることなら僕に協力してくれないかつまり今やるべきことは。 お前の記憶を取り戻したらこの秘境をまた制御できるかもしれないそうしたら魔物ももう逃げ出すことはないな旅人ちょっとこっちこの式大将今さっき目を覚ましたばかりで記憶を失ってるってこいつの言ったこと信じてもいいと思うか もし本当にこの秘境の門番だったらあたいたちの味方だでもああそうだな誰かを陥れようと考えるのはダメだけど誰も自分を陥れることはないと思って警戒心を緩めるのもダメだそれに一体誰がこの秘境を建造したのかなぜ秘境の中にこんなに多くの魔物がいるのかこの場所について もっと知る必要があるけどパイモンはだいぶこいつのことを信じてるだろうどうやら子供みたいに純粋無垢な心を持ってるんだなパイモンちょっと待ってくれ状況が明確にならないうちは警察に行動すべきじゃないと思うぜああ僕も重々承知している何せ記憶をなくした上にこの温容量と密接な関わりがある 君たちが僕に不安を抱くのは当然のことだなんならアタイがあんたの本心を試してやろうか本心なんかすごいことが起こりそうな予感がするぞあんたらは信じないかもしれないがアタイみたいな音楽に熱狂的な奴らは肉眼では捉えられない特殊な言語を使えるんだこの言語はあんたらにだって使うことができる 音楽を媒介して伝えるのさどんな言語なんだオイラにも聞かせてくれこの言語はすごく誠実で人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ今からアタイがこの言語を使って式大将が信頼に値するか試験してやるよ音楽 僕はその類いのものを深く知っているわけではないが試す必要があると君たちが言うならどんな試験でも受け入れよう僕は目の前にある危機を解決したいだけなんだよしじゃあよく聞けよ アタイの音楽に痺れただろうでもお前一1曲演奏しただけだよなこれって試験って言えるのかさっきアタイが言った言語は曲の中に隠されてるんだあんたらには見えないがあんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる 何を感じたか値に教えればあんたの魂が何色なのか判断できるぜうえそんなにすごいのかよ優しい心運命にもてあそばれ悪に染まった心そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心この3種類は全て異なる色をしてるんだ値を信じてくれさあ式大将値の音楽から 何を感じ取った教えてくれるかすまない僕にはわからないこんな曲調の音楽は聞いたことがないその中に秘められた奥深さも理解できないただ僕の体が魂がいやもし魂があるとするのならきっとこの旋律に動かされたのだろう僕は 君の描いた世界を見たなんて言えばいいかわからないがまるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じであたりは霧に包まれていた僕は傷を負っていて頭に痛みを感じた周囲の霧からはカサカサという音僕は危険に陥ることを心配したが他に手だてもなく たただひたすら前へと進んだ終点がどこなのか誰も教えてくれなかったただなぜか誰かが終点で待っててくれているような気がした1枚の紙切れなのにそんな多くのことを感じ取れるの なんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ焼き魚実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていたその霧の果てにはかがり火があり人々は火のそばに座っていた捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し僕は一人の一般人として 彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだなんだか次の日になって太陽が昇れば僕はこのかが火を離れて歩き続けていくような気がした終わらない旅路戦ったりはしなかったのか値の旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い戦いを思い浮かべるべきだったのか いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直、あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな光成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたら、あんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。 深淵の言った友達ってシャンリンと北クトかハハハそうあいつらのことさ志が同じなら進む道も同じって言うだろうこの答えで値たいは式大将が信頼できるやつだって信じることにした本当にいいのか僕はただ適当に感想を言っただけだまさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて わかってねえなあたいはな音楽の中の言語を一番信用してるのさあんたが信頼できるやつだってそいつが値に言ってくれてるそう考えてくれ音楽は根拠のあるようなものじゃなく自由そのもの式大将あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのはあんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない ありがとうシゲン,ンさんいいってことよアタイがあんたを信じると決めたのは自分自身の音楽性を信じてるからなんだ音楽は友を呼ぶってなアタイのちょっとしたおごりだとでも思ってくれそうだなこれはあくまでもアタイの個人的な判断だし旅人には旅人の基準があるでもこの後はどうせ一緒に行動するんだアタイの顔に免じて 式大将も連れて行ってくれよみんなこの恩は絶対に忘れない記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだまあまあ別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだからそう力むなって今一番重要なのは状態を整えることだ旅人早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ 九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まるオイラたちみたいなレベルの冒険者ならどんな秘境だって朝飯前だぜ おかしいな、この結力音容量これといって特別なところなんてなさそうだぞ確かにそうみたいだだがかすかに法力の回復を感じるふう少し楽になったちょっと待てあそこを見ろあれ人じゃないか市町内に人が それは少しおかしい一般人がこの秘境に入ることはないはずお誰かと思ったら君たちだったんだねさっき足音が聞こえたからどんなやつらがこんな危険な秘境に入ってきたのかと思ってたんだ、はあお前だったのかそうさ <laughs> 君の声を聞いてすぐ分かったよ久しぶり旅人以前より度胸が増したようだねコーシーなんでお前がここにもしかしてこの秘境はお前の仕業かうん誰れだコーシーこんにちは 俺のことはタルタリアと呼んでくれ俺はオイラが言うぞこいつがここにいるってことはこれから悪いことが起こるってことだおいおいこんな久しぶりに会ったっていうのにその言い方はないだろうとお前が一番分かってるはずだぞでも信ンは皇子が起こしたリーユへのいざこざを知らないはずだよな、うん 教えるかううんなんか信玄の性格からしてもし知ったら今の状況がもっとややこしくなりそうだぞこのお嬢さん身なりは特殊だがリーウェインのようだどうやら正直に話すかどうか決めなきゃいけないみたいだねえっとあよしこうしよう実は。 知り合った冒険者の友達なんだ講師ってのは、オイラたちがこいつにつけたあだ名だね？<え>このタルタリアってやつ、いつも物事を台無しにしちゃうんだ危ない状況だってわかってても、なりふり構わずやる冒険者にとっては、絶対にやっちゃいけないことなのにな だからオイラちはこいつを警戒してるんだああそうだったそうそう俺は冒険者なんだこの前旅人とパイモンにいろいろ迷惑をかけちゃってね悪かったよモンド人だったのかこんちはあたいはシンエリウエ人で好きなものはロックだいやあよろしく。 君もこの秘境を探検しに来たのかああアタた,たちはこの秘境で魔物が暴れてる原因を探してるんだこの式大将によればここは血力音容量と呼ばれる秘境で中にはいろんな陰陽術で想像された危険な魔物がたくさんいるらしい危険な魔物を外に放つ秘境かその正体は一体何なんだろうね 俺も偶然ここに入ったんだがここの秘密にはとても興味がある真実を探究することは冒険者の性分だからね君たちに同行してもいいかなもちろんお返しとして俺も手伝うよ俺は喧嘩ならすごく強いんだ旅人どう思うおいおい 俺がいらないだなんて言わないよね旅人俺の実力は君も知っているはずだろう。ああ,ありがとう式大将の記憶を取り戻す助っ人がまた一人増えたな人手が増えれば力も増えるってもんだ四大将君たちのそばにいる小さな紙人形のことだよねうん、実に愛嬌のある見た目だね シンプルな姿滑らかな顔立ち俺の弟が好きそうだえっと僕を褒めてるのかそうだな褒め言葉として受け取っていいと思うぞそうかなら僕も新しい仲間に現状を説明しよう君はここの漁師だって言ったけど 俺がここに入った時は君を見かけなかったつまりその時すでに意識を失っていたのかなそうだと思う兄ちゃん多分それはあんたの動きがすごく早かったかここに来た時間が早かったからじゃないかそうだろ兄ちゃん <laughs> いいねその呼び方とても親しみがあるそんな風に呼ばれると。 自分の妹の妹ことを思い出すよさっき聞いた情報からして式大将はきっとこの秘境の番人だろうそのことはすぐ確認できるはずだ式大将はこの秘境に入ってから法力がずっと回復していると言っていたもしかしたら前に進めば進むほどより多くの力を吸収できるのかもしれない式大将何か思い出したことはあるかそれか 何か違和感を覚えるようなことと色紙の全ては不術に由来するという力が強ければ強いほど記憶が戻る可能性も大きくなる寮内に戻ってからなんとなくこの秘境の一部を制御できるような気がしてる漁師の能力なのかもしれないこの部屋の魔物はもう俺が片付けておいたよ奴らは倒されるとボロボロの紙札になるんだ 戦いは楽しかったけど俺は前へ進む方法を見つけられなかった指揮大将君は漁師なんだよね何か心当たりはないかい試してみよう勝ちお扉が開いたぜうううなんか背中がゾクゾクする… この中すごく不気味だおいら一番前は嫌だぞ魔物の気配だね戦闘の香りがするよここの魔物はとても強い前方で俺たちを待ち受けているのは過酷な戦いだろう正直こういうのは大好物でね君たちも戦いを楽しむことを学んだ方がいい 強敵だろうとなんだろうとあたいが全部焼き尽くしてやるぜじゃあオイラたちを守ってくれ特にオイラを音音が鳴り響いているのが聞こえるここはかつてうん僕の領域だったこの秘境の中で僕ができることは決して扉や装置を開けることだけにとどまらない。 僕は戦えるいや戦い方を知っているみんな戦闘に関する記憶を思い出した式札と陰陽術で君たちと一緒に戦わせてほしい実に悪くないこれほどまでにスリルな戦いかつてあの場所で経験したもののようだ なんか興奮してるみたいだなそんなに喧嘩が好きなのかもちろん俺は終わらない戦いを楽しんでいる命を懸けて全力を尽くし全てをかけるおお講師を連れてきたのは確かに正解だったかもな魔物をやっつけるスピードがかなり速くなったぞ足元に気をつけろおい あれなんだ地面の上に小さな紙人形が式大将にそっくりだ僕はこれが何なのか知っているこれは僕の拓本僕を原型にして量産した式紙で僕の力を有しているもしかすると記憶も幾分か持っているかもしれないこれを回収しよう どうだ何かか思い出したか春之助春之助カムナ春之助僕の主だ彼は稲妻最初の陰陽師であり武術を熟知していた彼は僕とこの秘境を作りここに長く隠居していたんだ君の主はやはりここの創造者だったんだねでも そいつがあんたと秘境を作った目的は何なんだすまない今はまだわからないただの陰陽術マニアなんじゃないか自分の陰陽術がすごいって知ってこの場所を作ったそれでもっと強くなるためにここに閉じこもって修行してたとかそれはあるかもね学術に執着する人はいつも驚くようなことをしでかす 例えばそのカムナ・ハルノスケという人彼は陰陽術に酔いしれ自分を鍛えるためにわざわざこの秘境を作ったしかし秘境に異常が起き陰陽術が暴走し式紙を魔物にしてしまったえっ式紙が魔物になるのかうだろろくでもねえ話ちゃんかただの想像だよだってここには。 式紙もも紙札以外の媒体もないんだからこんな大事が起こったら稲妻当局はきっと気づくはずだよねそれで人員を手配してここを封印したところ式大将は眠りについたいや僕はまだ春之助の面影や彼といた感覚を思い出せはしないが唯一確信を持ってることがある彼の才覚からして陰陽術の領域で。 ここれほどまでの過ちを犯すことはないだろうそれに彼が責任感のない人ではないと僕は思うんだそうかいそうなるとあとはあまり良くない推測しか残ってないよ。仮にカムナ・ハルノスケが悪人でこの秘境を想像したのが陰陽術を強化することで戦う道具となる魔物を想像するためだったらそうなれば。 彼は正真正銘、迷惑極まりない人間だ。そして君はカムナ・春之助の共犯者ということになる悪人の共犯者魔物を戦う道具においおい兄ちゃん、今結論を下すのは少し早いんじゃねえか式大将は、値の試験に合格した値にとって信頼できる相手だ。そう言われるのは。 少し聞き捨てなならねえなただ式大将の記憶から推測しただけだよ確かに今はまだ決定的な証拠はない俺もわざと彼を疑っているわけじゃないんだみんなのために現状を整理しているだけさそれに平気にされることも別に悪いことじゃないだろう あの扉をくぐり抜ければ次の部屋に到達できるはずだ式大将の拓本を探してみようあれは記憶を取り戻す手助けになるもしかしたら最深部でカムナ・ハルノスケ本人に会えるかもしれないねそいつの実力がどの程度のものかはわからないけどぜひ会ってみたい引き続き進もう あれなんで外にオイラたちあの扉を通ったはずだろうもしかしてあれは次の部屋につながる扉じゃなかったのかまずい式大将と兄ちゃんはまさかまだ秘境の中にダメだ入れねえ外部のものをはじいてるなんか 微妙に振動してないかまさか秘境で何かの装置が動いてるのかもちっ厄介っなことになっちまった軽率な行動は禁物だな旅人パイモンあたいたちはもう少しここで待ってみよう皆の者あ九条サラこんな早く戻ってき いや、早いとは言えないあの魔物たちは狡猾で人と相対するのがうまかった時間をかなり浪費してしまったお前たちは何か進展が実はさっきあたいたちが秘境の入り口にいた魔物を倒したあとはもう他の魔物が逃げ出すことはなかったぜだけどその後すぐに秘境から音がして何か問題が起こったみたいだ 危険かもしれないから音がやんでから入ろうと思っててなうん私も何か抵抗を受けるかのような力を感じる今は逃げ出す魔物を捕らえるだけで多くの人手を消耗している状況だ秘境に入って真相を探すとなればさらに難しくなるだろう万全な準備をしておかなければならない九条サラ様 兵の状況が思わしくありませんしかし城へ戻る道中にも魔物をいくつか発見しました誠に恐縮ですが九条様直々に不祥兵を城内まで送り届けていただけないでしょうか <laughs> 仕方ない皆の者私は先に不祥兵を稲妻城へ撤退させる。 その後精鋭部隊を手配してここへ戻ろうお前たちはすでに多大な貢献をしてくれた私たちと共に城へ戻ってくれ九条さんあんたはあたいたちが巻き添えになるのが心配でそう言ってるんだよな大丈夫全然へっちゃらさあたいたちならここをどうにかできるあんたは安心して行ってきな

あたいも新しいインスピレーションが湧いたんだ波乱万丈の稲妻の旅を記念して一曲作ろうと思ってる皆の貢献は我々天領奉行べてのものが心に刻もうこのことが終わったらまた改めて礼をさせてくれ悪いが少しの間この秘境を見張っておいてほしい渡部にも。 ここ一帯にいるよう命じる何か不測の事態が発生した場合は彼に伝えるといい信玄さっきわざとオイラたちが秘境に入ったことを言わなかったのかフフ <laughs> オイラ気づいてたぞ賢いなあたいたちも心が通ってきたってわけだ 卑怯のことはまだ徹底的に調べ上げてないもし今幕府の人間を巻き込んだら厄介なことが増える可能性がある先に言っておくが式大将をエコひいきしてるわけじゃないからなあただ記憶はあいつにとって重要なものであいつが自分のことについて真実を知るまで他の奴らに誤解させたくないだけだあ,あ 他人に誤解される気分は最悪だあたいも似た経験がある時に一つうのは上っ面だけを信じるその上それに対する忍耐を持とう,うともしない <noise> 一人一人の見方によって誤解はますます大きくなるんだそうなると誤解された人は説明することさえ難しくなるそんなのはよくない ロックはいい音楽だが人々に誤解されやすくもあるチ大将はアタイの言語が選んだ仲間だアタイはアタイの方法であいつを守るああ九条サラさんが戻るまでにチ大将の潔白を証明しなきゃならないそれと 天領奉行の人がこの秘境を制圧しようとしてること式大将には秘密にしておいてほしいんだ信縁は優しいな記憶をなくした人の気持ちも常に考えてる <laughs> 当然のことさうんまた音がしたぜ。 どれどれあっオイラもオイラもううくざで頭がこんがらがるでもすべてを話すときが来たらオイラもがんばるぞ 紙人形に負けないようにオイラもしっかりしないとな旅人こっちに来てみろよううやはり失敗した式季大将大丈夫か大丈夫だ先ほど寮内の排除に抵抗するため少しばかり力を消耗しただけだ さっきの扉は扉の形に見立てた仕掛けだあれに触れると音容量の内部にあるすべての部屋がかき乱出され再構築されるそして変化している間は誰も入ることができないはあ僕のせいだ僕の秘境に対する制御力が足りないせいで。 そうじゃなかっったたら今みたいななことにはなってないそんなに自分を責めるな講師はどこだまさかまだ中にいるのかわからないだがあの方からは何か不思議な気質を感じた彼は一般人とは違う 彼にとって戦闘は負担ではなく趣味なんだ彼はそれに対して恐怖を抱くことはないそのようなものにならこの秘境を征服できるかもしれないあいつは確かに面倒なやつだけど意味もわからないまま死なせるわけにもいかないあいつはチームで最強の助っ人だしな あの兄ちゃんはずっと余裕な感情を出してたからその実力は信じてもいいと思うぜ式大将ですら入れないんだ今は待つしかねえだけどあたいは待つのが嫌いだなんだか受け身に感じてなはあどうせ暇なんだし作曲でもするか式大将新曲を聴いてみないか ああ喜んでだが僕は今少々気持ちが落ち着かなくてお前は式神だろオイラたちよりも落ち着かないのか僕は知っているみんなが命を危険にさらしてまで僕を助けようとしていることだから君たちが卑怯内で経験したこと 遭遇した戦い受けた傷それらはすべて僕が背負うべきことなんだあたいたちリーウエ・ウェジは心の静寂を重んじてるあんたがいつまでも落ち着かないでいたら事態がますます悪化する一方だぜ中にはな 圧迫されればされるほど突っぱねて束縛されればされるほど自由を求めて突き進んでいくものもいるのさあたいはそういうのが好きだそういうタフさをずっと追い求めてるそれがお前の言うロックってやつなのかそうだ強さとしなやかさを兼ね備えいつまでも粘り強く逆境に負けない そんな存在に値はなりたいんだ分かった深淵さんではここで静かに時期を待とう <laughs> そうこなくっちゃな じゃあ旅人もし他にやることがあるんなら二手に分かれて行動しようぜ秘境が解放されたらまたこの近くで落ち合おう リカイディキタカ。Do you understand now? Those without strength cannot accomplish anything <laughs> <laughs>。